早起きはさもの得。2つ目の配信です。2日に1回朝4時15分の配信です。1回目三問の徳の徳の字は徳それとも徳という話をさせていただいて、なんとハート1つネギ7本、ネギ7本ですね。ハート1つネギ7本、これはネギを7本ね得したということなんですが、ありがとうございます。で、懲りもせず早起きは三問の徳その2ですね、お話していきたいんですけれども、これ最初1回目の配信の時に一番頭の効果音拍手を入れたら 1.5 倍速でアップするもんですから拍手に聞こえないなんかあられが降ってきたみたいな感じになってるんでやめまして、始まりは街灯、ね、で終わりは和風で終わりたいと朝はね、ついでに言ったの夕方、2日に1回午後3時トワイライトタイムということで喋れるだけ喋るというのが最初に配信始めたんですけど、これも8回ほども配信させていただいてハートとネギをいつもいただいててありがとうございます。で、そちらの方の効果音は優雅に始まりのんきに終わると。で、早起きは三問の時は街灯に始まり和風で終わるというよくわかりませんが、まあ、そんなことで今日はですね、まあ早起きは三問の徳ですのでそれの由来ですね、その由来をこう、まあ、知ってる人は知ってるんですけども、まあ、一応ね番組の特性上由来については整理しておいた方がいいかなということ で、 ちょっとまあネット検索もしてみたわけですが、いきなり出てきたのが自衛隊体育学校学校長コラム、自衛隊体育学校の学校長が早起きは三問の徳でちょっと文章書いてんですね。でそこで3問っていうのはまあ結局今で言うと50円から100円ぐらい、まあ、正確なところは分かんないんですけどね、まあ、100円50円から100円ぐらいということで3問ってのは取るに足らないちっぽけな小銭だということなんですが、でまあそれはさておき、だから2つの意味があるんですよね。1つは早起きしても大したことないよというね、大していいことないよっていう意味もあるし、もう1つはいや3問は大事だと、塵も積もれば山となるだということで、早起きは3問の得だから早起きは大事だよってね、これ両方あるわけですが、まあどっちかっていうと後の方ですね、早起きは3問の得だから早起きしましょうよということなんですが、早起きしても大したことないよってこともないよという話なんですけども、でそれはさておき、その自衛隊体育学校の学校長の先生が、校長先生が奈良説と高知説、土佐説ね、土佐ね、土佐の高知ね、がある。でこれは結構ね調べると出てくるんですね、奈良説と土佐説、高知説っていう。で高知説っていうのはあの川に堤防を作ったわけですね、鼓を作ったわけです。でそれをそれ緩いわけですよね。で鼓の上を歩くと固まるわけです。昔は重機がなかったのでね、ブルドーザーとかいろんな重機がなかったので、で結局人々が鼓の上をせっせと歩くわけですね。で歩いたら褒美として三文を与えたというのが、これ土佐の山の内家がそういうことをやったという話が伝わってるらしいですね。三文お立ちんですね。それがもっと奈良で、これは生類憐れみの霊の頃だというふうに言われてるみたいなんですが、その校長先生はそのこと書いてないんですけども、あの奈良には鹿がたくさんいると、で生類憐れみの霊で動物を、ね、大事にしなさいということになって、家の前に死体が、鹿の死体が転がったまんまになってたら三文の罰金が課せられたという、こういう説があるということで、だからみんな早起きして、今朝は鹿は死んでないかと、家の前にね。で、家の前にいたら隣の家の前に移すと。で、さらに隣の家は、隣の家の前に移すと。でもそれでまた寝ちゃったらまたね、家の前に鹿がいたりしてね、わかりませんけども。まあそんな説があるということで、で他にも、いろいろありまして、三文の徳。で、これは、ところがね、これ、その校長先生よりすごい人がいました。小6ブロガー、ね。小学校6年生でブログをやってる、これいつの記事かな。あ、2023年だからまだ小学生ですね。あ、中学生に上がったとこですね。偉いですね。小6ブロガー、ね。早起きは三文の徳。ことわざの由来。これは、こっちの方がすごいですよ。これは中国の詩人が読んだ。早起きすると、3日続けて早起きすれば、3日で1人分の働きになるってね。そういうとこから実は来てるんだっていう話なんですね。これよく調べましたね。で、これ実は他の方も、書いてまして。早起きは実はやっぱり一緒ですね。中国の詩人が読んだとされる早起き3日も続けりゃ1人分になるんだよという句から来ているという説を挙げてますね。これ宋の時代に書かれた詩だということ、読まれた詩だということなんですね。でこの三朝 3つの朝ね、3日続けて朝の分は1人分になりますよということなんですが、だからこれが三文に、日本に来て三文に変わったとされていると。でさらに日本に来てさっきの奈良説と高知説ですね、奈良説と高知説っていうのが あったというのは、パッと調べた感じはそんな感じですね。三文の徳の由来で、まあこれがよく使われるようになったということなんですが、でこの三文っていう言葉ですよね。もう一個はね、日本ではやっぱり三文っていうのはもうお立ちんの標準ですよね。
昔で言えば子供にお駄賃100円50円、まあ、場合によっては私の子供の時代は10円とかお駄賃でしたけどね、まあ、今は50円100円もらったらバカにすんだって子供に怒られそうですけれども、まあそれはさておき、じゃあ早起きしたら何をするといいのかっていうのも出てきました。早起きは三文の徳って言って、早起きしてもぼーっとしてたら意味ないだろう、まあそれでも意味あるんですけどね、朝のんびりする、これも徳ですよね、ある意味ね、静かにまだ誰も起きてないところでこう自分だけの時間を過ごすというのもいいし、だんだんこう街がね、起きてくる時間をこう観察するというか眺めるというか感じるというかね、そういうこともまあ意味があるのかなと思うんですが、だから何にもしなくてもまあいいのかなという気もするんですが、なんとこれはなんだ、どこでしょう、みんなの真似勝つ、何でも金にしたがるんですね、みんなの真似勝つっていうページがあって、ここでですね、早起きは三文の徳って言われてるんだから、せっかくだからなんかしようよ、なんかこの辺もね、なんかせせこましいですよね、のんびりしてればいいのに、なんかしてないと、働いてないと気が済まない、この日本人の悪いところですね。で朝活しましょうと、朝活の勧めね、で朝活は真似活につながるっていう、そこまでしてやんなくてもいいと思うんですけどね、早起きしてよかったねでいいと思うんですが、でそこでお勧めされてるのが、皆さん何しますか、もし早起き三文の徳、私はこうやって音声配信してるんですけど、あとは早起きするとやっぱり午前中の時間がねたっぷり使える、そうすると一日が長くなるんですよね、でそれが一番大きいかな、それから早寝ができるようになるというのがやっぱり早起きの一番の徳かなと思うんですが、このみんなの真似活では、軽い運動をする、読書をする、勉強をする、掃除をする、プチ贅沢モーニングをするしなくていいんじゃないかなって気がするんですけどね、昔ありましたね、小学校とか中学校の時に朝、5分間学習とかね、なんかやらされましたけども、5分間ドリルとか今あるのかな、ああいうの、なんかそうまでしてやることないだろうと思うんですが、ただ大事なのはやっぱ習慣ですよね、習慣、習慣をつけることでやっぱり生活が変わるということなので、むしろなんだろうな、早起きも含めて、あとこうやってラジオトークでとにかく2日に1回喋ると決めたら、それをとにかくもう淡々と中身どうあれ喋ると、でそれで習慣にするということは、これはやっぱり何かのプラスの効果がね出てくるんだと思うんですよね。でそれが別にお金にならなくても、マネ活にならなくても、朝活にならなくてもっていうか、そういうふうに思って義務化しちゃうと、ノルマで義務にしちゃうと、これはもう本当に逆に損をするような気がしてて、ストレスも含めてね、そうやって無駄なことを考えることも含めて損するような気がしてて、だからもうとにかく一番大事なのは早起きをする、もうそれだけでいいね、でそれが習慣になることが一番の得かなというふうに私なんかは思うんですが、皆さんはどう思うんでしょうか、ということで、三文の徳の由来ということで、これぐらいの説ぐらいしか見つかりませんでしたけど、これ本当なんでしょうかね、よくわかりませんが、三文の徳、早起きは三文の徳という番組にしちゃったので、これはもう早起きは三文の徳の話はやっぱり最初にね、ある程度しとかなきゃ話は始まらないだろうということで、次回3度目の配信になりますけれども、今日は水月の13日ですね、おはようございます、早起きは三文の徳、今日は何時に起きましたか、次回は水月の15日の朝4時15分の配信になりますけれども、もうテーマ決まってますので、三文話ですね、まさに三文話ですね、取るに足らない三文話、何の価値もない三文話を続けていきたいというふうに思っています。今日もネギをいただけるかな、ネギが1111本たまったらライブをしたいと思います。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。